緊急よ。ブリテン南方の海岸線ソウルズベリーに外敵が上陸しようとしているわ。近隣住人の避難は間に合わないわ。至急外敵を押し返し。ちょっと待ちなさい。11人の支配者の勢力が進軍ルートを妨害していますわ。装備から見てストランゴル王ブランデゴリスとその軍勢でしょう。外敵の侵攻を利用するつもりか。キャメロットに協力する都市を確実に潰すために。連戦を覚悟して11人の支配者を撃破し、外敵に襲われつつあるソウルズベリーを防衛するのよ。11人の支配者の一人、ブランデ・ゴリス。欲さ欲しさに外敵にまで協力するかよ。それで苦しめられるのは権力者でなく民衆だぞ。カッカしないの、ガウェインちゃん。マーリンだって似たようなことやろうとしてたじゃん。って言っても付き合う義理はないけどね。ブランデ・ゴリスにしても外敵にしても誰に牙を剥いたか教育してやろう。時間の稼ぎ方だけは分かってるってか。ガウェイン、多少無茶でも突っ込むぞ。進化を気取るなら王の期待に応えてみなさい。くそ、ソウルズベリーまでが遠い。外敵がソウルズベリーに迫っています。泣き言を言う暇で突き進みなさい。見つけたぞ、子羊ちゃん。軍勢を指揮するブランデゴリス王よ。トップを叩いて一気に突破する。行かせません。確かに我が腕ではエクスカリバーやその指揮下にいる本物の騎士たちは打ち倒せぬかもしれぬが、時間を稼いでも勝ちは勝ち。ソウルズベリーに被害が出ればキャメロットへの支援も滞るであろうからな。ここまでとは。手間取らせるなよ、子羊ちゃん。こっちにはじっくりシチューを煮込んでる時間なんてないんだから。さっさとどかないと大雑把に丸焼きだよ。ソウルズベリーに急いで。ようやくメインディッシュね。ソウルズベリーに向かう生きのいい外敵の踊り食いと行きま。嘘でしょ。まずい、ソウルズベリーから煙が。ソウルズベリー近辺の沿岸部で外敵の上陸を確認した。現状近辺の被害は不明。アーサー、ソウルズベリーへ向かってくれ。